1番レフト4月14日以来のスタメンになりました大島です。2番セカンド田中、クリーンナップは3番サードカリステ、4番ファースト中田、5番ライトに細川です。6番センター三好、7番キャッチャー今日は宇佐美が先発マスク、8番にショート村松が入って先発ピッチャーがメヒアです。シーズンこれが5試合目の登板になります。ここまで2勝2敗。あっと、お尻の付近に当たってしまいました。今度は打っていくセンターへの当たりはセンター正面でした。打ち上げたセンター三好、2つ連続で打球を処理します。ツーアウトランナー一塁と変わりました。になってくると思うんですけども、さあ勝負のボール、ランナースタートでアウトコースは外れています。ここまでセリーグダントストップのフォアボール数を誇る村上、今日も最初の打席はフォアボール、デッドボール、フォアボールでランナースコリングポジションに進めて、さあサンタナを迎えます。鋭い当たりがレフト線、西川は悠々ホームイン、村上三塁へ。これで13試合連続ヒットになりましたサンタナ。そうですか。上げれば上げるほどファンの方が喜んでくれるって言われてるんですけど、今日はちょっと来ました。来ましたね、はい、これが本人としては一番やりやすいという、はい、初球完璧なバント、ボードバント今日も成功。素晴らしいですね。いやー見事でしたね。そうですね、はい、この辺りはどうか、さあタッチアップいけるか、いった、長岡ホームに突っ込んでくる、ホームイン。2点目が入りますスワローズ。ノーアウトランナー一塁、こちらも下位打線でチャンスを作ります。ファーストオスナー、これは打球がよく死んでいます。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。対するは二回り目、先頭バッター大島、久しぶりのスタメン。第1打席は初球を打ってピッチャー強襲、結果はセカンドゴロでしたが、いい当たりでした。いい当たりはスタンドゴロの上、二塁ランナーは一度戻りかけました。警戒するその田中、これはあー、フライヤー、バントはフライになってアウトになりました。セーフティースクイズのような形になりましたが、これはラッキーですね。現在2軍調整中、ただ代わりのこのカリッセがバットで存在感を見せています。引っ張ってサード村上、一塁送球、なんとか抑えた方がこの回ピンチを抑えました。さあスワローズのクリーンナップ登場です。投げるまでの登板間隔が早いので、はい、うなずいてから投げるまでが早いので意思疎通がなかなか難しいんですよね。あ、そうなんですね、はい、これはいい角度で上がった打球はどうか、入ったー、セリーグトップだったの。そして神宮最年少100号ホームラン、追い込まれてからの当たり、これぞ村上という反対方向へのホームランでした。100号ホームランです。最年少24歳3ヶ月。ス
ストレート弾き返しました。レフト前ヒットです。ノーアウトランナー一塁。この回もドラゴンズセットバッター出塁。空振りを奪います。外のボールを追っかけてもらいましたので、6球目やはり内にやや寄った。ストレート引っ張ってサードへ。村上のグローブ弾いて、あ、これはボールが手につきません。記録はヒットです。連打になりました。切る位置ではなさそうなので、バント一択だと思いますね。絶対バントですね。はい、キャッチャーフェアです。一塁点はどうか。一塁もアウトのダブルプレー。ドラゴンズとしては今日バントのミス2つ目。これが先ほど、まあ、カリステ選手、ごめんなさい、メヒア投手の時にやりたかったことですよね。少し小さな変化でキャッチャーゴロを狙う、今のもツーシーム、あ、フォークなんですけども、落ちていくボール、はい、もうこれしかないですよね。で今ので追い込めたら高めのまっすぐボールゾーンでポップフライを狙うようなバントをさせていく。あ、なるほど、まあ、ここち上げた。サンタナ前進、その前に長岡が下がっていて、サンタナが最後掴んでいます。この回もピンチを迎えましたが、ゼロに抑えました。4回の表終わって3対0、サードは3点のリードです。今あれですね、ファーストをちょっと下げましたね、中村捕手。アウトコースに行く、引っ掛けてショート長岡、難しい打球は一塁セーフです。はヒット、内野安打で出塁しました。ノーアウトランナー一塁です。山田選手は今日もらったチャンスですからね。守備から入っている岡林、岡林も怪我で今シーズン出遅れました。ノーアウトランナー一塁二塁。一発出れば同点というシチュエーションになりました。ここで伊藤ピッチングコーチマウンドに行きます。ドラゴンズがここまで8本、スワローズが5本ですから、ドラゴンズが上回っています。代打石川貴也です。一昨日のゲームで今シーズン初スタメン、4打数1安打でした。今日はスタメンではありませんでしたが、大きなチャンスでバッターボックスが回ってきています。7回の表、3点を追いかける中でノーアウトランナー1塁2塁、一発出れば同点です。ストップです。ノーアウトフルベースになりました。3連打が出ました。ノーアウト満塁、プレー再開。バットの先、ライトの前に落ちる。4連打になった。1点返したドラゴンズ、これで2点差。なおもノーアウト満塁です。初球でした。すべてまっすぐのタイミングで踏み込んでいきながら、変化球は拾うというようなバッティングですよね、この4連。
ット1本打たれて木下追い込んでいます。ショートへ、セカンドゲッツーを取りに行く、ゲッツー完成、その間に1点取っています。3対2になりました、1点差。今日ヒットは1本ですが、3打席いずれも安打性の当たりを放っています。バッターボックスの大島、久しぶりのスターティングメンバー、エスパードは2度首を振った。どうか打ち上げて、ここはスタンドバリアだ、大ファインプレーが出ました。小川を救う大ファインプレー、小川の勝ち投手の権利はまだ消えません。恐れず、はい、すごいプレーでした。ここでは全て早いボールできています。ピッチャー膝うまく取った、アンダートスで一塁へ、先頭を切りました。いよいよ真ん中に入ってきましたが空振り三振です。してきました中田、待ってはいたものの曲がりが鋭かった。いいですね、やっぱり今のスイングを見るとインサイドで投げるのをかなり慎重にいかないとですよね。今シーズン第3号は8回の表、値千金の同点ホームラン。7回8回で3点を取り返して試合は振り出しに戻ります。フォークボール、そうですね、その前のボールをカットボール空振り取っていただけに、あの球種を変えて目線を変えようというところだったと思うんですよね。ただ見逃さなかったですね。なおも怖いバッターが続きます。ただまだ同点です。フルカウント、2点フォアボールです。2アウトランナー1塁、まあ、ここは2アウトですからね、はい、連敗中のドラゴンズ、6あった貯金は借金に1まで減りました。ファースト細野自らベースを踏みました。ただこの回4番中田にソロホームランが出て3対3、試合は振り出しに戻って、8回の裏、スワローズの攻撃です。セカンドへ、セカンドゴロ、田中さばいて、スリーアウト。この回もフォアボールのランナー出したスワローズですが、0に終わります。試合は3対3のまま、9回に入ります。この後は今日、猛打賞の村松、バットが折れた、セット センターに抜けていく、今日4度4、プロ初めての4安打。
ワンアウトランナー一塁です。今日ほど8番バッターですね。ですね、はい、じゃあどこでしょうか。バスターもできる位置ですけど、バントしてきた。キャッチは中村は一塁へ送球です。送りバント成功、ツーアウトランナー二塁。統一できるわけですね。そうですね、例えばインサイドのストレートを見せながらフォークボールで打ち取りたいと、フォークボールが決まらなかったら申告敬遠も目指しながらっていうふうになると、セカンドがフォークのサインの時に深く守れたりとか、はい、まあ、そういった意思疎通、まあ、内野手も含めてできる。ただ1イニングに何度もできるわけではないですからね。にドラゴンズの和田コーチがネクストバッターズサークルの田中に声をかけるシーンもありました。まずはここは勝負を選択。ツーアウトランナー二塁、節目の500登板を迎えたマウンド上、今日4番手の石山。初球を打っていってファールです。もう少し伸びるようなボールをイメージしたと思うんですよね。ストレートで空振り三振です。さあそして今日怖い存在4の4、村松がバッターボックスです。村松です。腕のポジチのようにヒットが出ます。ピッチャー前、セカンドは無理。送りバント成功、ツーアウトランナー二塁です。高津監督出て申告敬遠です。そうですね、はい、敬遠で一塁に歩きます。ツーアウトランナー一塁二塁、守りやすい形を作って
ターボックスに田中が向かいます。先ほどショートの内野安打がありました。バッターボックス田中、バットの先、塩見下がっていってこちら向き掴みました。この回のピンチも抑えました。大西イニングまたぎ、しっかりとゼロで2イニング抑えて11回の裏、この回と次で終わりです。この回に決められるか。そうですね、まずは中村から。一瞬で勝負がつく可能性もあります。どうか、抜けた、久しぶりのヒットが出ました。5回以来のヒットが出た後、ノーアウトランナー1塁、さあ代走が送られます。ここで増田修です。久しぶりのヒットが出ました、中村悠平ですね、はい、しかも先頭バッターですからね。そしてこの塩見選手がバントをするのかどうか。そうですね、そこですよね。何か作戦をするんではないか、様子を見ながら中日バッテリーも考えてますけども、強行、まあ、していくのか、ネクストが誰なのか。ネクストは青木選手ですか。ネクストは背番号23、青木がバットを振っています。どうか、高く上がった打球は上がりすぎたかどうか、腰持ちなのでゆっくり行きましょう。スワローズ4連勝、劇的でした。一番シュールに入ってきましたね、過去一シュールなサヨナラホームランですね。ホームインの仕方はまだね、こう体調が万全ではないという塩見ですが、そうですね、はい。いやでも本当にこの一瞬で決まるホームランでしたね。このお客さんの、いやいいですね、傘の数、これがスワローズファンの数です。はい、これ岩田選手泣いちゃってますね。やっぱ牽制アウトで責任を感じたんだと思いますね。これで負けたらどうしようって、あの裏に1点取られたわけで、はい、あれでね、流れがどうかっていうところでしたけどね。そうでしたね。このドラゴンズはこれで3連敗になって、借金が2、スワローズは借金1。さあ関西が見えてきましたね。そうですね、請求して勝ちにつなげましたからね。今日は5対3、スワローズがサヨナラ勝利を収めました。解説、立山翔平さんでした。長い間、ありがとうございました。ありがとうございました。